自分の生まれ故郷や応援したい自治体などに寄付する代わりに所得税や住民税が軽減されるふるさと納税をめぐり、現在寄付者に返礼品を用意する動きが東京23区で広がっています。これは高級和牛や魚介類といった豪華な返礼品目当てに地方の自治体に寄付する人が増える一方で、都市部の税収は減少、23区全体の減収額は前年の 5.4 倍にあたる129億円に上り、対抗措置に乗り出した形です。対抗措置に乗り出した形です、はい、誰と誰が戦ってんだって話ですけど、都市部に集まりすぎ、23区に集まりすぎた人口とか収入を分散するために始めたんでしょ、はいはい、っていうのは当たり前じゃないですか。むしろこれだけも分散できましたって胸を張って130億ものが地域にまた戻されましたって言えばいいぐらいのもの。若がお怒りです。何奪われたみたいにさ、もともとそういうもんだからさ。こちらのニュースは女性が 64% という関心の高さでした。宮瀬さん、文京区から足立区まで並べてみましたけども、どうですか印象。ちょっと食品関連が少ないですかね。都電もなか3万円、どうなんでしょうか。まあいいんじゃないですか、だからこれね、まあ、私が長野で少しやって、それでまあ菅義偉さんが総務大臣の時に始めたもん。でも菅さんの発想は本来、ね、いいことやってる、風光明媚な場所を残す、自分のじいちゃんの墓がある、そこにっていうことだったわけよ、だけどなんか今も物をもらうためのインターネットショッピングサイトみたいな感じになってこれは本末転倒だと思うんだよね。いろいろあります。レイチェルさんいかがですか、この23区のふるさと納税の返礼品などをご覧になったのと、あと制度そのものの設計についても、そうですね、今回こういうことで私たちが参加できる意味では注目をされて考えるきっかけになりましたけど、今後どうやって参加していくかっていうのは、だって今あれですよ、もうほとんどそのまさにもう EC サイトみたいな、そこに行けば地域に関係なく一番お得そうなものを選べるみたいなサイトがもうバー出てるわけなんで、そうなってくるとふるさとも減ったくれもないですからね、もう本当に。まあ、ちょっと見直しの時期にも来てるのかな。